たね、クイさん。バイバイ。お越しくださいましてありがとうございます。洋上クルージングが始まるにあたって注意点がいくつかありますので、お願いいたします。まず舷に手を置かない、なるべく置かないようにお願いいたします。本日波がありますので水しぶきが船内に入ってくることがございます。お信頼はいつとってもよろしいのですが、スマホなどの管理はしっかりよろしくお願いいたします。でライフジャケットはしっかり最後まで身につけたままよろしくお願いします。それでは本日のクルーの紹介に参りたいと思います。私は本海地学年のエヴァと申します。よろしくお願いします。船長を務めさせていただいておりますのは3学年の鈴木さんです。で後ろの隣にいる74と書かれた文字をかぶっているのが1学年1度の学生です。で海なし県埼玉県出身の本海2学年の稲井です。どうぞよろしくお願いします。本日これから呉海上保安部呉海上自衛隊の基地の方へ参りたいと思います。まあ皆さん洋上クルージングと聞いてとても優雅に海上を進めると思っていたかもしれませんが申し訳ございません。本日波がありましてなかなか呉が体験となりますのでご了承お願いいたします。皆様いつでも何か気になることや質問があったら私たちにお聞きください。いつでもお答えいたします。
かれた水色の建物あると思うんですけど、あちらは古代生がよく買い物に行ったりしているところになります。先月ですね、ユニクロと GU が出ていたので、ちょっとメインになったかなと。ご覧になって分かるように、クロセと書かれた船があります。こちらの船、中型巡視船の、という PM という、称号が与えられております。こちらは救難強化型巡視船に指定されており、こちらの巡視船はかの海猿で有名な潜水士が乗船している船となっております。こちらの船には潜水士が7名乗船しております。その他、海上保安庁にも潜水士乗船している船あります。救難強化型巡視船の他には潜水指定船と呼ばれる船があります。潜水指定船は4名ほど潜水士が乗船しております。こちらの巡視船クロセではありますが、建造からもう35年になっており、海上保安庁の中でも非常に古い船となっております。ぜひこの機会に写真を。こちらのクロセでありますが、船橋の部分の窓が丸になっているのが特徴であります。船橋の窓が丸になっている巡視船は、こちらのクロセの、現在ではこちらクロセのみとなっております。この他、呉海上本部には CL 型と呼ばれるこのような小型の巡視艇が3隻ほど所属しております。船が見えますでしょうか。こちらの船は、本来は呉海上保安部に所属している船ではありません。こちらの船は、海上保安大学校で行われている潜水研修、海猿を養成する、研修があるんですけども、そちらの支援に、高松海上保安部より、来た船となっております。こちらの巡視船にも、潜水士が、乗船しております。海上保安庁の巡視船と言いましても、クロセ、イブキとともに全く形が違うと思います。このように海上保安庁、様々な形の船、大きさの船、様々保有しております。私も、結構海上保安庁の船かっこいいなというふうに思ってこちらに入りましたので、
と書かれた左手に船があると分かりますか。こちらは橋立てという船で、自衛隊の船ではあるものの武装は一切されておりません。こちら迎賓船という特徴から特徴があることから、非常に食事が美味しい船となっております。こちらの船も本来クレにいる船ではないのですが、先日、一般公開をしておりました。こちらは、東海船となっております。こちらも海上自衛隊の船となっておりまして、機雷の除去など使われてくれています。それではクレ海上保安部を確認します。また水しぶきなど上がりますのでお気をつけください。こちらのコンテナ船が造船されている場所なんですけども、 JMU という会社が造船しております。こちらかつての戦艦用を造船された場所でありまして、昔からずっと今までも造船として栄えている場所となっております。非常に近くで行くと魅力はありますよね。海上保安大学校の方へ戻ってまいりたいと思います。
マーク買う。私たちの合図があるまでは座ったままでお待ちください。